最高レアリティへの昇格に挑戦。成功しました。このスマ、リムル様、異世界では何が起きるか分かりません。私のそばを離れないでください。私はシオン、この世で最も名誉あるリムル様の秘書兼護衛役を仰せつかっております。リムル様、見ていてください。カズマ、今度王都へ行ってみたいんだけど、案内を頼めないか？当地のことなんかをいろいろ知っておきたくてさ。おう、任せとけ。俺は王女と知り合いだからな。いつ行きたい？顔パスで。ん？どうしたんだ？なんか視線を感じるような。気のせいか。どうして、どうしてカズマとあんなに仲良く、私の方がリムル様のことを思っているのに。私だって構ってほしいのに。こうなったら。なるほど。それでリムルが興味を持ちそうな魔道具をプレゼントしたいと。はい。モンスターを打ち倒した末に入手してきたと知れば、きっと喜んでくれるはずです。リムルへの忠義、痛く感動しました。私たちを頼ったのは正解ですよ。必ずや期待に応えてみせましょう。ありがとうございます。しかし油断は大敵、早速現れたようですよ。大したモンスターではなさそうですね。ここは連携して。あの獣たちの蹂躙せしめんとする力強い視線、ギャン！クルダー来い！私は決して屈さないぞ！私を盾に使ってくれ！ちょっと、勝手に飛び出すのは。私も後を追います。メグミンは後方から援護を。嫌です！どうしてですか？我が爆裂魔法は最強！さあ、私に任せて、皆はここを離れるのです！早く！この巣は。はい、大満足です。あ、足音ずれてきてます。ちゃんとおんぶしてください。あ、重い一撃も受けれたし、いい戦いだった。探していた魔道具も見つかったしな。少し聞きたいのですが、カズマはいつもどんな立ち回りをしてるのですか？カズマ？ああ、あいつは司令塔だな。盾代わりに使ってほしい私の要望もちゃんと聞いてくれる。いつも倒れた私をおんぶしてくれます。爆裂道を邁進する仲間です。盾に爆裂道。こんな面倒そうな方々と冒険を続けているとは、カズマは思っていた以上にすごい存在なのかもしれませんね。この巣場、どうしましょう、どうしましょう。どうしたの？トイレならあっちだけど。違います！リムル様がシュナ様と出かけてしまったのです！それの何がまずいの？まずいに決まってます！いいですか？私はリムル様の秘書兼護衛なのですよ！テンペストではいついかなる時も片時も離れずサポートしてきたというのに！もう行っちゃったんだったらそんなに慌てても仕方ないわよ。今できることが何かを考えた方がいいんじゃないかしら。私にできることですか？そうね。疲れて帰ってくるリムルのためにご飯を用意しておいてあげるとか。ほら、まず胃袋をつかめとか言うじゃない？なるほど。確かにそうかもしれませんね。幸い料理には自信がありますから。台所をお借りしますね。
アイデアをいただけましたし、感謝を込めてアクアの分の料理も作りますから。行っちゃった。すごい勢いだったわね。まあでも、ちょうどお腹も空いてたし、ラッキーかも。ご相伴に預かるわ。お待たせしました。どうぞお召し上がりください。ねえ、この紫色の物体は何かしら。こんな食材、うちにはなかったはずなんですけど。さあ、遠慮なさらずにどうぞ。たくさん作ってますからね。アクア？どうかなさいましたか？ねえ、シオンの料理って誰か食べた人いるの？はい、リムル様はいつも美味しいと言ってくれますよ。これは美味しいと？リムルってやっぱりすごいのかしら？それとも見た目が悪いだけで味はいいとか。さあ、どうぞ召し上がれ。あ、そうだわ。今日は親方の仕事を手伝う約束してるんだった。もう行かなきゃ。アクア、仕事に行くならせめてご飯を食べてから。おのすば